以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。セミです。サクさんです。ムチです。今日の動画は、今日はですね、遊戯王モノマネやっていきたいと思います。おお。やっぱり君らって普段からですね、芸能活動してるじゃないですか。で、あの堤に関しましては、まあ、大阪マラソン、今度は10月あります。そこをですね、書いたらアイドル枠というか、まあ、そのタレント枠といいますか、そういう枠でですね、走らせていただくということでございましてですね、まあ、日々そういうお仕事させていただいてるんですけども、まあ、やっぱりね、演ずるというそのこと、これがやっぱ君たち得意ないかなと。遊戯王モノマネ早速やっていきたいと思います。イエーイ。すごい簡単です。はい、まあ2回戦ありますか。2回戦。はい、はい、デッキの中から1枚引きまして、はい、それ渡すんで、はい、それのモノマネする。普段からやっぱ愛してる遊戯王の世界観なんで、うん、それは大体で分かるんちゃうかなって。分けたら、じゃあ次は上で。そうですね。はい、シンプルに。まず筒から。はい。筒に引いたカードは何だろうか。でん。このデッキ多分難しいと思うよ。それでは先生お願いします。いきます。ほよ、はい、ほよいや、点数高いよ。今日もだいぶ点数高い。高いんやほよ。これで、はい。おお。あ、おお。はい、いきます。デッキに触らないで。どんどん行きましょう。いやいや、でもそういうことですね。そういうことやと思う。はい、チクンやろ。なおときめく。おお。今ときめく。どっちやるんやろ。はい、行きます。わしを除外するんか。そっちか。さあ、ということでこれ誰が一番あの決めるもんね。誰が決めてたか。ただまあ1位は俺でやっぱりこう無限本用堤先生ですね。あ、でもやっぱ山口ですかね、ダメなのは。じゃあ、あの敗因は、敗因は俺はちょっと手の方やってほしかったな。あー、1位がな。じゃあちょっとお願いします。あの、はい、はい、ありがとうございます。朝なんでね。さあ、それで第2回戦いきましょう。はい、はい、これいただいております。じゃじゃん。じゃーん。わー。これはですね、キャンペーンでもらえるやつなんですけど、僕はちょっと特別なんですけど、すみません。こちらが欲しい方はデュエルリンクスの公式ツイッターをフォローして、その固定ツイートにあるツイートをリツイートしてください。それで応募完了で、なんと55名様にこの T シャツが当たります。10月8日までなので、お早めに。お早めに。そう、もう明日明後日しかない。はい、じゃあということで第2回戦いいですよ。この下のキャラクター選んでください。やばい。やばい。ファイブディーズ見たことない。さすがにこう遊戯王愛みたいなのここで出してもらわないと。やばい、怒られそう。ごめんなさい。ごめんなさい。先に謝ります。本当にごめんなさい。この子にします。お、逃げた。はい、じゃあ、あの決め台詞とともにお願いします。私の好きなカードはこの無限包容よ。出てるのちゃうかな。まだやと思う。まあでもまあまあね。まあ無難に。無難やな、うん。じゃあ私はこの一番端のこの青い人にします。お、なんかちょっと性格きつそうな感じ。きつそうな。いきます。お前の負けだ、カードをすべて破り捨てろ。なんか一気っぽいよな、それな。ちょっとっぽい感じ。うん、主役やんな。やめたら、ちょっとカメラの前。最後は主役の、主役にちょっと映しにくいけど、ここにここにこういらっしゃる。はいはい。何かに手をかけた。おい、シンクロしろよ。これの勝敗に関してはまたコメント欄で教えてください。
はい、やばい。これはやばい。ということで、僕たちはまあこの 5Ds のこのね、作品もこれから楽しみつつですね、やっていきますので、皆さんも一緒にですね、T シャツ着て、より一層遊戯を楽しんでいきましょう。はい、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネル、くーちゃんのゆるくレッツトライが開設中。詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。バイバーイ。告知です。2018年10月7日日曜日、くっちゃん祭があります。イエーイ。場所は去年と違ってしまう広場じゃなくてレンコン畑の近くです。詳しい場所は概要欄から。そして時間は10時から16時です。はい、この告知と音楽祭は私たちイーゼル芸術工房プロデュースのイベントで、素敵なアーティストの方々がたくさんいらっしゃいます。美味しい食べ物やアートも一緒に楽しむことができます。サンダーさんやおくんさんもいらっしゃいます。もしかしたら余裕ができるかもしれませんよ。そして私たち前撮りとハンバーガーで